ウォーマンのこんばんは、こんばんは、ハロー、こんばんは、はい、こんばんは、こんばんは。すいません、お時間ね、早く決めれるように頑張ります。こんばんは、グー、ご機嫌は、グー。こんばんは、こんばんは、こんばんは。はい、今日も鬼かわいい、ありがとうございます。鬼、こんばんは、しょーい、こんばんは。19とメンバーして、久しぶり、久しぶりかな。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、やっほー、こんばんは、ワン、こんばんは。早起きになれたから毎日気持ちいい、さすがでございます。こんばんは、よいしょ。ではまず今日の服を紹介したいと思います。はい、今日の服はじゃーん、スカート、映らないけど、あんまり。このスカートは初めて履くんです。初めて履くんです。可愛いというよりめっちゃ美人さん、ありがとうございます。こんばんは。アングル違いません、違いません、一緒です。こんばんは、人形らしい。50カウントありがとうございます。そう、チェックの緑、クローバーありがとうございます。夏だね、確かに。でもね、これぐらいがちょうどいいです、今は。そうですね、もう暑いです。似合ってる、ありがとうございます。こんばんは、こんばんちー、ただいまでごわす、お帰りでごわす。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。ありがとうございます。配信場所があれですよ、場所は一緒なんですよ。あのピアノがまだな、あのまだな、だってまだね、戻ってないの。ウインクして、 OK。 難しいよ。50カナありがとうございます。めっちゃ暑いですか。こっちも暑いです。50カナありがとうございます。元気いっぱいですか。元気いっぱいです、溢れております。こんばんは、カノンの向かい抜きな。やった、やった、ありがとうございます。お疲れ様、ラジオネーム恋するうさぎちゃんこと木村拓哉です。ありがとうございます、ありがとうございます。16歳ですよ。そうです、ピアノ故障してない、ちゃんと健在。ハートありがとうございます。ウインクしてあげる、ありがとう。照れますね、右目。はい、できたと思います。はい、ではですね、今日はちょっとなんて言うんですか、新しい試みと言いますか、なんかホワイト白 T シャツ、新しい試みと言いますか、あの昨日あのマンダラートの方の作成をあの皆さんにも手伝っていただいて、やっても本当にそう、いろ、本当に皆さんに聞いてよかったなって思った場面がもういっぱいあったし、本当にありがとうございました。でなんかあの皆さんにいただいた意見を書いたホワイトボードとかをもう一回読み返したりとかして、あの自分で完成まで持っていこうと思います。完成したら発表します。はい、なので今日はマンダラートは一旦置いといてですね、置いといて、今日はやってみたいことというのは発表、ででん、やっこファミリー実態調査。はい、57ありがとうございます。おばんです。
相撲ですか？子供の頃、なるほど。マンダラートまだ完成してないです。完成したら発表します。ありがとうございます。もう皆さんのおかげです。こんばんは。おー、調査。はい、そうなんです。こんばんは。50カノン完了だわん、ありがとうだわん。50愛、ありがとうございます。そうなんですよ。でもそうなんですよ、怖い。そうなんですよっていうか、あのやっぱりですね、カノンもなんかショールームでやってみたいことを考えて出てきたんですけど、なんかこのシステムとしてはカノンとか、あのヤッコファミリーっていうのはカノンがあの勝手にね呼ばせていただいてるんですけど、そう、今見てくださってる方だったり、応援してくださる、カノンを応援してくださることをヤッコファミリーと呼んでるんですけど、そのヤッコファミリーのことを調べたいなと思いましてはい。でカノンが聞くことももちろんあるし、あの皆さんも今見てる人のことで何か気になることとか知りたいことがあったら教えていただいて、あんこの投票を使ったりとかして調べようかな、調査しちゃおうかなって思ったんですけど、これはやってもいいですかねやってもいいことなのでしょうか。こんばんは。50巻のありがとうございます。4350、年齢層、あ、そう、年齢もちょっと聞いたりとかしようかなと思、年齢層も聞いたりとかしようかなって思ってたんですけど、どうでしょうか、大丈夫かな。50サワラ完了、ありがとうございます。50キャノもありがとうございます。ありがとうございます。やっほー、楽しそう。なんでやっこなのかというと、あのオーディションのショールームの番号が85番で、あだ名を考えるときになんかいくつか考えてやっこっていうのに決まったんですね。そう、なのでやっこです。年上です。本当ですか、びっくりいいですか、いいですか、何を聞かれるのか。そうですね、お名前、はい、あの投票のやつを使おうと思ってるのでパーセントしか出ないです。ハートありがとうございます。 OK です、ありがとうございます。いやーとか言ってみる、いやいや、なんかいいですかね。年齢以外は何でも、あれ、年齢は聞いちゃダメな感じじゃあ、あのやっぱり聞く、カノンが投票聞きたいなと思ったことも一回皆さんに確認します。はい、確認して、あのちょっとやっていこうかなって思います。はい、でそうそう、なんかカノンも、あ、それはちょっとやめとこうって思ったらそれはやめましょうって言いますので、皆さんもあの言ってください。50ねっとり、50カノン、ありがとうございます。いいですかね、まあ、誰がってのは分からないですもんね。いいですかね。苦手な先輩がいる、お、どういうこと、どういうこと、あ、そういうこと、ちょっと待って待って待ってください、アンケートのかな、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね、ホワイトボードを用意したいので。ハートありがとうございます。面白そう、正直に答えるかボケるか、あ、でもね、投票だからね、そう。じゃあコメントで、それはボケは待っております。書くもの、基本 NG なしで、ありがとうございます。帰ってきてね、帰ってきた
個人が特定するわけじゃないから何でも OK。 オッケーオッケー、 ありがとうございます。本当ですか？お題によるかな。そうですよね、お題もちょっと考えつつ、ちょっと待って待って、こんばんにゃ、こんばんにゃ、よいしょ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 、真面目に行きます真面目にですか？はい、わかりました。ではじゃあまず、じゃあまず最初はやっぱりあの年齢層を聞いていこうかなって思います。はい、じゃあ最初はちょっと年齢層を聞いていこうかなって思います。こんばんは、 OK、 ありがとうございます。来た、お、本当ですか。よし、じゃあ今から書きます。コンコン、こんばんは、ご実家のありがとうございます。下引き来た大丈夫です大丈夫です。じゃあですね、あの選択肢なんですけど、10代以下にしようと思います。あの最初はね、一番下のところは10代以下だから、9歳の人も、9歳の人は10代以下、はい、と20代、30代、40代、どうしましょう。50は50代からどうやって書きますか？ありがとうございます。こんばんは、ご実家のありがとうございます。バラの花ありがとうございます。さっちゃん嘘気持ちは小学生です。40代から 5歳刻みで、嘘、そんいいんですか？50代以上で、はい、わかりました。じゃあ50代以上でいきたいと思います。こう、ちょっと待ってくださいね。以上、番号を打たなきゃ。クライマックスの方が良かったのかな。すぬちゃんと同じクラスです。え、すぬちゃんに聞いちゃいますよ。1、2、3、4、5、はい、ではテロップじゃない、テロップじゃない、あ、テロップも入れよう。ではまず、はい、こんな感じで投票お願いします。1番が10代以下、2番が20代、3番が30代、4番が40代、5番が50代以上の方になります。
なぜこっちがドキドキするのか。気持ちは思春期です。永遠の16歳です。同じだ、一緒、今同級生。50代以上、天下お決めの関ヶ原です。希望でいいんかな。どんな形でも、どんな形でも、わかる？じゃあ皆さん見ないようにします。カノは見えないんで、見ないね。全然語多い。気持ちは同級生。19歳以下ということ。10代以下、あ、難しい、ここわかんないね。ちょっと待って、10代以下、20代、あ、ん？10代が含まれないか。越したら10代が含まれん。20代以下にすればいいのかな。こういうこと。マジで答えた、ありがとうございます。一人一つ。永遠の25歳です。こんばんは。ちょっとここわかんないですね。あ、10代以下ってことは10代も含むんじゃない。10代以下、じゃあこれで。ありがとうございます、ありがとうございます。こんがらがった、ありがとうございます。じゃあ、あと5秒でいきます。5、4、3、2、1、はい、終了。結果発表。はい、結果発表します。おー、でれん、結果出ました。てんてれん、待って間違えた。結果はですね、5が多かったですよ。よし、よし、スクショ、私に。ありがとうございます。カオのお父さんはだいたいね、今までのトークで想像がつくかと。いえいえ、大丈夫です。あのね、でもショールームとかで、あのカノはあの結構80年代アイドルとかそうお話ししてて、その時もなんかね、年々のことをね、そうそう皆さん言ってましたね。全然ね、なんかカノンも95歳とか言われたし、よくわからん。ありがとうございます、皆さんありがとうございます。投票ありがとうございます、感謝しております。気づいてた。うん。
全然大丈夫でしょ、笑ってますよ。だってさ、だって全然全然大丈夫ありがとうございます、嬉しいです、もう嬉しすぎるよ。かのちゃん&そのちゃんのにはお父さんがたくさんいるからね、ありがとうございます、これからもよろしくお願いします。よし、じゃあ次のなんて言うんですか、次の投票いきましょう。泣いてないよ、よく見て、よく見て、泣いてないよ住んでるところいきますか。よろしくね。はい、じゃあ住んでるところ、住んでるところ、じゃあ消し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 、じゃあ1と東海、海外どういうあれに入れますか、地元民じゃ、よし、どういうカテゴリー、はい、どうしようかな、どうしようかな、カノン沼出身、え、出身、じゃあありがとうございますちょっとね、パッとで、そう、パッといっぱい出てこんかった。ありがとうございます。ありがとうございます。アンケートです。全力で書いております。はい。2、はい、ペットがきますんで少々お待ちくださいね。はい、3、4、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、なかなかむずいですね。なんだこりゃ、
オッケー。適当でいいのにね。あ、あ、ちょっと待って待って。はい、ありがとうございます。8個あった。8個。間違ってたらすみません。1人1つのボールでお願いします。はい、コロナ対策ソング。8じゃない、1、1人1。ハーフでも大丈夫ですか。なるほどね。どっちか決めますか。難しい。全然。じゃあ今から一玉でお願いします。そうです、ありがとうございます。さっきいっぱい投げちゃったのよ。ありがとうございます。たまいれ、ポンポン。はい、じゃああと10秒。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。なるほどなるほど。4番が多かった。4番、10日。あ、うんうんうん、そうですね。3、関東甲信越。うんうんうん、なるほど、ありがとうございます。SK 軍、そうですね、やっぱり東海多かったですね。そうですよね、北海道に負けた。北海道に負けた。北海道一番少なかったところ、東北。あれ、おお、すごい、北海道多い。持ってたよりも多かった。5。うんうんうん、オッケーオッケー。7、九州。うんうんうん、で、おお、海外も。でもまあこの辺は同じか。東海で決勝。海外多いのにびっくり。確かに確かにね、海外意外にいました。意外にってちょっと、あのやっぱりね、想像がつかなかった結果でしたね。最後ちょっとなかなか面白いアンケート。なんちゃって海外、え、気取ってるってこと。気取ってくるってこと。そんなことないでしょ。何パーセントだっけ。ちょっとね、今ね、あわあわしとったらね、あの結果スクショするの忘れちゃった。ねえ、でもホワイトボード次消しちゃうしね。ありがとうございます。何パーセントだっけ。3とか2とかがその辺ねえ。結果すぐ消えちゃう。はい、じゃあ次の質問いきたいと思います。ちょっと次の質問では一旦ここで
皆さんからの質問、皆さんが皆さんにしてみたい質問とかありますか？何か年齢やりましたよ、年齢世代やりました、やりました。ヒエってならなかった。うん、男女か教えて。人の人数10個な全部、あ、わかりました。これ1回に10個あるってことですか？10個あるってこと。じゃあ1人全部投げちゃうかっていう、いいですかね。男女やりますか？はい、じゃあ男女やります。男女歴、はい、ありがとうございます。バツして、バツに男女やります。はい、じゃあこれはですね、はい、あの多分投票のあれが黄色と青になると思う。男女、え、男女どうしよう。でもどうしようかな。1人10個にしました。10個、ちょっとルールがね、あの定まってなくてごめんなさい。次から10個にしましょう。女性だけ投票してもらう。女性、え、パーセントじゃわからないじゃないですか。じゃあ、3つでやりますね。3つでやります。じゃあ、1が女性、1が男性、1が男性、2が女性、3それ以外いきましょう。1が男性、2が女性、3が秘密でもいいよ。それ以外、秘密はそれ以外。 OK、 それ以外どんだけ、え、はい、行きましょう。うん、これは今度から10個になりました。10個、1人10個になりました。皆さんぽい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 お願いします。ぽい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 、なんだっけ、秘密、秘密じゃないか。3、怖い、嫌だよ、どうしよう。1男性、2女性、3それが、はい、1男性、2女性、3それ以外、不明不明、それ以外でいきましょう。じゃあ、あと10秒いきますね。10、てんてくてん、9、てんてくてん、8、てんてくてん、7、てんてくてん、6、てんてくてん、5、てんてくてん、4、てん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 、3、てくてんてんてん、2、てくてんてんてん、1、てくてんてんてん、0。どういう喧嘩、喧嘩じゃない、結果、どういう結果。うんうん、なるほど、ありがとうございます。特に公表することもないのでちょっと消えちゃうのでね。はい、少ししましたが、なるほどという結果ですね。なるほど、うん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 、ありがとうございます。 6% の予想より多い。本当ですか、本当ですか、意外。
倒的にあれですね、やっぱ男性が多いのかな。多いですね。多いんですかね、女性 6% ね。今多いかなっていう予想以上。うんうん、なるほど、女性人気があるかなっちゃ。本当ですか。そんなそんな、ありがとうございます。そのまま握手会ね。なるほどね、ボーイッシュね、よくボーイッシュって呼ばれます。言われます。オスメス動物、そうだね、男性アイドルはまた違う結果になるね。これ血液型かな。ショールームでそんな幸せっていうか、幸せじゃないか、そんな自分的なことでいいですか。男装本当ですか。はい、じゃあ次いきます。次はじゃあ、うん、カノンの ショールーム企画か、ちょっとね結構いっぱいチャレンジしてきて、ね、じゃあ思いつく限りね、パッと。よし、あ、でも生誕祭、じゃあちょっと待ってくださいね。待ってくださいね。じゃあまず、あ、なんか、あ、食べ物でいきましょう。はい、あともう一個、あと何がいいかな。あ、ねえ、あと餃子もありますね。なんか食べてばっかりですね。こう、たこ焼き、餃子、あと何か思いつきますか。ちょっと食べ物でいきます。食べ物でいきます。どの食べ物配信が、どんなアンケート。じゃあパパッといっちゃいますか。はい、代表、あ、アイス、ちょっと待って、6、ちょっとごめんなさいね、すいませんね、6個にします、すみません、お願いします。お願いします。はい、どの配信が面白かったですか、食べ物配信の中で。好きな食べ物じゃない、どの食べ物配信が面白かったですか。いや、これはちょっと自分でも何を聞いてるのかわからなくなってきちゃった。食べ物ばっか書いたら、フルーツ飴、飴ちゃん救出は綿菓子、複数でもこれはいいんじゃないかな。ではいきますね。 5 4
ました。あ、2、1、でれん。ありがとうございます。お、2番。おお、たこ焼きが一番多かった。でも結構1番餃子もね、餃子も6番、アイスも、おお、この辺が結構上位すごい飛び抜けましたね。ありがとうございます。1、2、おお、たこ焼き、餃子、アイス、ヨーグルトも結構、ありがとうございます。結構でもあとは結構ね、接戦というか、皆さんありがとうございました。アイスを焼くと大人気配信にやばやば、ありがとうございます。じゃあ次は血液型、血液型なんて言えるかわかんないですけど、血液型やってみましょう。血液型、1、2、A、B、3。ありがとうございました。ありがとうございました。A 型、B 型、AB 型、待って。ありがとうございます、フォロー。T 型あったっけ？あ、O か。ありがとうございます。2型、K2 型。バラの花ありがとうございます。 A と B と AB とお、ガッタガタガッタガタ。あ、そっか、わからない人もいるか。 AB、 AB、 C、はい、5個。よし、投票開始。よいしょ。 A 型、 B 型、 AB 型、音楽だ、その他、その他。え、プラスマイナス叩く、何個、10個。赤い血液型、正直にいきます。ありがとうございます。映ってますか？ドゥン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 。じゃあ、あと5秒でいきます。5、4、3、2、1。4は O です。O O です。はい、ありがとうございます。0。はい、お、結果
表は1 A 型が多かったです。なるほどなるほど。はい、日本の縮図、意外といえば意外、そうです、85番だからヤコファミリーです。圧倒的日本人、なるほどなるほどなるほど、圧倒的 A 型が多かったですね。カノンは B 型ですね。ありがとうございます。次は次2番。おー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 おお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 お お茶飲みます。お見えないですか、 B 型に。ゴリラは B 型らしい。あ、そういうことか、オラマル。CM じゃないなんで CM? 次の CM って何。はい、これこうして、はい、じゃあいきますね、次の質問。ちょっと次カノン考えます。 CM だとちょっと待ちじゃあ、はい、いえいえ、よし、じゃあ投票しますね。投票、次何択になるんだろう。はい、2択です。書きます。よし、決まりました。通知配信失礼いたしました。はい、では次はこちら、ででん、一押しが SKE48 の方。あ、一押しが SKE48 の方、一押しが SKE48 以外の方はい、こんな感じで
いきます。見えますか。パーセントなので、パーセントなので全然全然って言ったらあれだけど、皆さん答えていただけると嬉しいです。どちらでもない？どういうこと？どういうこと？どちらでもない？じゃあ55で入れておきましょう。はい。じゃああと5秒。5、4、3、あ、それ以外ですよ、それ以外。3、2、あ、違う、1。はい、では終了します。おお、なるほど、ありがとうございます。よし、パシャリ。1 85.4%、 2 14.6%になりました。それ以外は詳しく調査だ。え、ふみえ、じゃあ次の質問アンケートに行きます。皆さん本当にご協力ありがとうございます。おかえりなさい、おかえりなさい。次何にしよっかな。次は何にしよっかな。あ、でもさっき出た、ちょっと出たので、じゃあですね、さっき出たので、はい、いきます。1、選択肢、まあこれは3つかな。いきますよ、いきますよ。ででん、推しは何人いますか。推しは何人いますか。投票開始。ででん、おお、推しは何人いますか。1、1人、2、2人、3、3人以上いないがない。え、いない、どうしようどうしよう、ちょっと、じゃあちょっと次の質問をお待ちください。はい、なるほどね、箱推し、なるほどなるほど。ナンセンス。ありがとうございます。 DD のあれは何でしたっけ。 DD 2人とかそういうことだっけ、何人もいることだっけ、わかんない。と DD が箱押し、え、 DD
ことか。そこが分かってなかったんだ。もう一回投票した方がいいか。します。失礼いたしました。よし、失礼いたしました。はい失礼いたしました。はい、もう一度申し訳ありませんが、よろしくお願いします。そう、結果出ちゃって申し訳ないです。申し訳ない、申し訳ないです。映ってますかね。はい、お申し訳ないです。推しとは。ありがとうございます。ではあと5から5秒いきます。5 4 3 2 1。じゃん、結果発表。じゃん、一番多かったのは3番で、3人以上と答えた方が 54% です。はい、そうで、2番目に多かったのは4番、 DD 誰でも大好き 28.3% です。次が1番、1人、 9.8% で、最後が2番、2人、 7.9% です。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。よし、本当にありがとうございます。本当にね、投票に答えていただきありがとうございます。よしよしよし、終わりました。終わった？あ、それは終わってない。それは終わってないよ。それは終わってない。メンタル？10期11人の人気投票する？それはしない。あ、なかったんけ。5人ずつ回る。20時だ。違いますよ。22時までできるので、今日は20時半までやります。終了じゃない。よし、じゃあちょっと、もうちょっと質問するもうちょっと質問する。じゃあ決めました。ハートありがとうございます。次はそんなにきのこどんとこい。ではですね、次は先に質問を言います。
はい、カノンのショールームの視聴頻度を聞きたいと思います。視聴頻度聞きたいと思います。はい、じゃあ選択肢書きますね。初めてじゃないでしょ。カノンが緊張するよ。うん、一応まだ毎日アイドルを続けてるのであれですね。じゃない、うん、どうしようか。よし、これでいこうかな。これちょっと帽子かぶろっかな。帽子かぶろっかな。何個あるんだろう。5個。ここ最近、ここ最近、そうですね。投票開始。ででん。見せます。1、毎回。2、週3から5回。3、週に1から2回。4、月に数回。5、うん、初めて。はい、ここ最近。ここ最近。合格。うん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 、ここ最近で、ね、どうですか皆さん。そう、ありがとうございます皆さん。ここ最近でお願いします。聞いてるだけ。ありがとうございます。聞いてるだけでも。おお、最近で、ありがとうございます。ありがとうございます。70回目。記憶にございません。なんか聞いたことありました。じゃあ、あと5秒。5、4、3、2、1、0。ありがとうございます。ででん。おー、もう嬉しみ、嬉しみ今が嬉しいですね。1、毎回選んでくださった方は 43.7。 2、週3から5選んでくださった方は 42.5。 ありがとうございます。はっ、初めて見てくださった方が多いのも嬉しいですね。ありがとうございます皆さん。よし、記念にパシャリ。ありがとうございます。見ます、見ます、皆さんのお名前見ます。そう、
そういつものお名前見るのも嬉しいし、あんまり見ないお名前を見るのも嬉しい。どっちも嬉しい。累計トップ70回お。ありがとうございます、ありがとうございます。皆さん深い沼にハマれ。ちょっと違うか。ありがとうございます。皆さん握手会行きたいの、ありがとうございます。たまにですか？結構よく お見かけするような気がしちゃうんですけど、何かが起こる。定期的に名前変える。ありがとうございます、皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では次の16歳からです。それも嬉しいです、それも嬉しい。ありがとうございます、ありがとうございます。そうお仕事とかもあると思うのに、皆さんありがとうございます。はい、では次の質問、何にしようかな。次の質問は、次の質問は何にしようかな。ありがとうございます、待ってます、待ってます。ありがとうございます。んー、じゃあ次の質問は、ありがとうございます、ありがとうございます。すぐそばにいさせて、違います、握手会。それはちょっと、それはもうちょっと緊張しちゃうから聞かない。よし、じゃあ決めました。2番、はい、バラのお花ありがとうございます。よし、次の質問でれん、すずちゃんは SKE に入ると思いますか？です。はい。はい、では投票を2で開始。1、入ると思う。2、思わない。はい。でですね、あのすずちゃんというのはカノの妹で8歳なんです。入ってほしい。入ると思う、入る、思わない。こんばんは、こんばんは。 SK じゃなくて連ドラの主役でデビューすると思う。え、何そのずるい、ずるい、そんな風に言われてずるい。はい、5、4、こんばんは。3、2、1、てれーん、終了。わ、嬉しい言葉が、ありがとうございます。はい、おー、すごいよ、すらちゃん。入ると思うが、なんと 90%。 ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。おー、すずちゃんの気持ち、よかったらすずちゃんこちらに送ってください、コメントに送ってください。はい、そうなんです、アンケート、やっこファミリー絶対調査です。50お届け、ありがとうございます、ありがとうございます。うひひだって。すずちゃんの反応面白すぎ、かわいい、ありがとうございます。お、何歳。うひひ、
ね、なんかすぬちゃんあれですね、コール絶対すぬちゃんになりそうなんですけど、すぬちゃんの笑い方、うひどういう笑い方、ちょっとすぬちゃんどういう笑い方、うひひですって、ひひはびっくりしたわ、姉でさえびっくり、カノはいひひ、なんじゃそりゃ、なんじゃそりゃ、スルちゃん真似し、よいしょ、うほほ、それオラマル、カノンでもあの何でも嬉しいです。なんかちょっとねまだね詳しく決まってないんですけど、カノンでとりあえず笑い方の癖が強い、ジリーナさん、はい、では次の質問に行きたいと思います。そうなんですよね、そうなんですよね、どうしましょうね、はい、次の質問は、次の質問、サワダー、サワダーでもいいですよ、何でも聞き取ります、頑張って、今のところあらわれ、どんな質問、どんな質問、髪型、髪型、カノンの、そう、石川カノンさん、入会条件はカノンのことを応援しますよっていうことです、お願いします、ぜひぜひお待ちしております。でってってでってトゥトゥトゥ、ではですね、次は、次はですね、ありがとうございます、キリンさんの言うことは絶対イケメンイケメンイケメン、キリンさんのことをイケメンって言ってあげてくださいね。こんばんは、こんばんは、じゃあ次はケンにどんな形でも横ハミになってくれたら嬉しいです。はい、じゃあ次の質問は、じゃあちょっと皆さんに聞こうかな、どうですか、皆さんは皆さんに聞きたいなんかこととかありますか、うっほほうほほ、公演の曲の好きな飲み物、ねっとりしっとりパッサパサ一番のお好み屋面白いね、てててガクブル、ただいま、こんばんは、おかえりなさい、どうですか皆さん、止まっちゃった、あ、こっちが、よし、リセット、ありがとうございます、ありがとうございます、そうなんですね、未婚既婚バツイチバツに、おお、なるほど、オーディションからの人、どうしようかな、最近のトレンド、カノンに昇格してほしいチーム、もう開き直ったんで大丈夫です、スイミー、なるほどなるほど、スルちゃん何が一番か、公演曲で一番やってみたいのは、あ、カノンに、何歳まで、いつから SKE ファン、 SKE ファン歴、あー、どうやって聞いたらいいんだろう、カレー、
今日は30分までです。どうしよっかな。こんばんは。枝豆好きですか？枝豆好きですか？ありがとうございます。じゃあですね、どうしよっかな。よし、うん、スケイだけだとあれですよね。ちょっとお茶飲みます。こんばんは。こんばんは。よし、じゃあ決めました。じゃあさっきちょっと出たので、カノンのことをオーディションのショールームの時から、ショールームの時からどうしようかな。オーディションのショールームの時から、オーディションのショールームの時から注目してくれてるよって人と、そうオーディションの合格後からとか知ってくれてるよっていう方で聞きたいと思います。じゃあ1が、オーディションの時から、2がそれ合格後いきましょう。はい、どうもありがとうございます。お願いします。1、オーディションの時から注目しとるよ。2、合格後からありがとうございます。明日からありがとうございます。ミレイちゃん、てん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 てるんてん、じゃああと5秒、5 4 3 2 1、はい、投票終了。お、合格後が多いですね。嬉しい。それも嬉しい。もうどっちも嬉しい。どっちの結果でも嬉しい。今見てくださってることが嬉しいでございます。はい、ではじゃあ一応結果をスクショしますね。 OK。 2、合格後が 66.66%、 ありがとうございます。34、あ、それも嬉しい、それも嬉しい。 34% もいてくださったことも嬉しい。この結果はでも嬉しいとか残念とかないと思います。はい、今見てくださってることが本当に嬉しいなって思うので、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではあともう一個くらい質問できるかな。もう一個、もう一個何しようかな。もう一個はでも、もうそろそろ時間がね、どうしようかな。もうちょっとやりたいけどな皆さん大丈夫ですか？もうちょっと待ってくださいね。どうしようかな。
からへん。本当ですか？そう、たくさんいましたね。はい、じゃあさっき出たことをやろう。ででんてんてでんてん。これはちょっと結果が出たからといってどうとかはないけど、おーなるほどとなります、カノンの中で。じゃあ1、ちょっと待ってくださいね。2、じゃあ今から聞くのは、本当ありがとうございます。今から聞くのはカノンに、昇格してほしいチームを聞きたいと思います。こんばんは。カノンに昇格してほしいなと思うチームを答えてください。いいですか？大丈夫？あかんやつ？あかんやつ？悩みますか？わからんっていうのも入れとく？わからんっていうのも入れとく？ 4 4 4、なんて書いたらいいの？じゃあ答えれる方で。じゃあ4は、どうしようかな。全チーム兼任すごい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 。それはそんなのはね、そんなそんなはい、ではいきますね。はい、どうぞお願いします。 1S2 考え中。あ、確かに。じゃあ考え中の方はちょっとお待ちいただけるとまさかにいいよ。じゃあ迷ってるところとかで、半々とかでお願いします。はい、向かいとSK2E ありがとうございます。ふん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 。その他作ればよかった。全部に入れましょうか。平等にお願いします。好きな公演はですね、あのやはりですね、お披露目で、あのお披露目の時がちょうどあれだったんですね。あのチームインのフェスティバル公演の時で、やっぱりカノンはもともとアイドルを知らなすぎたので、やっぱりあの衝撃というか、あの初めてだったんですよ。そういう初めての SKE だったんですね、そこがカノンにとって。そう、生で見るというか体感する初めてだったので、やっぱりね、こうその時のこう印象っていうのは強いですね。強いし、やっぱ好きですね。はい、こんばんは。
ではそろそろ締め切りたいと思います。5、4、3、2、1、終了。はい、ありがとうございます。おー、一番多かったのは3なのでいいですね。はい、じゃあいい、ちょっと待ってくださいね。スクショ、ありがとうございます。なるほどなるほど。なるほどなるほど、ありがとうございます。皆さん、恋の女は須田さん、なるほどなるほど、ありがとうございます。そうなんですか、ジュッキー、なるほど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 ですね。このアンケートはありがとうございます。ありがとうございます。ではちょっと延長しますね。延長戦4000に、あ、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。あれあれ、違う、退出したいんじゃないですよ。あれ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 、人数が読めない。恋の女は楽しいし好きです、とっても。そう、まずね、まず公演としては今研究生公演をまず目指します。ありがとうございます。ハートもありがとうございます。バチバチ、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。延長です。よし、ありがとうございます。では次の質問に参ります。こんばんちゃこんばんちゃ、よし、じゃあどうしようかな。ハートありがとうございます。ハート、ペン持ちながらは難しい。どうしようかな。うん、 OK でございます。はい、あれ、先生コメントがコメントがありがとうございます。では次のアンケートは、カノンはシンガーか女優さんかお嫁さんか、どうぞローラ、オッケー、わからん、ちょっと下手なのやめとこ。うん、どうですか、1シンガー、2女優さん、3お嫁さん。アイドルはもう今ナウとしてそう、ナウとして、そうイメージどうですか、どうですか、どうですか、どうですか。3も1も2も共存できる、なるほど。そう、欲張っていきますか。アイドルは今な、将来、うんうん、確かに確かに将来のイメージでもある。全部だな、いいお嫁さんになりそう、いい。じゃああと5秒、息子、5、4、3、2、1
に、チーン、終了。もう一番多かったのは 36.8% で2の女優さんですが、バレましたね。結構ここは 36.5%、 1シンガー、うんうん、ありがとうございます。そして3番お嫁さん 26.7%、 ありがとうございます。皆さんスパシャリありがとうございます。バラのお花ありがとうございます。僅差、はい。ちなみにカノンは欲張っていこうと思っております欲張っていきたい欲張っていきたいですね。やっぱりどれもどれもどれもやっぱり夢は諦められないので、そうですねバラエティータレントもなれないよきっと。なれないよ。そんなね、トークうまくないしトークうまくないし欲張り大切ですよね。欲張って星狩りさんはい、欲張っていきましょう。はい、お片付けと餃子焼ければだって、もう漫才師はダメ漫才師はダメ。ありがとうございます。砂糖に詰めすぎちゃうからな。確かに毎日焦げ臭かったらどうしようね。そう、今ね、そう、朝ドラエール姉妹すぬちゃんとの、なるほど、すぬちゃんはどうでしょうね、わかりませんね。はじめまして、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。昨日なのですね。おめでとうございます。おめでとうございます。近いですね。カノンは5月12です。5月12日。好きな女優さんは、なんか好きな女優さんはですね、なんか昔は本当に石原さとみさんがすごい好きね。今もあの好きなのは変わらないんですけど、でもね、最近は結構もう素敵な女優さんいっぱいいすぎて、もう女優さんってだけでなんか憧れるようになってきてしまったなってきてしまって、そう、あとは最近ドラマがあんまり見れてないから、そう、ドラマをいっぱい見たいと思っております。ハートありがとうございます。お、洗濯物取り込みましたか。演技がアナウンサーはもっと無理だ。頭良くないもん。自慢することじゃないですね。はい。すぬぬぬ2個目です。ありがとうございます。おめでとうございます。レナさん、レナさん、そう、ちょっと朝ね、朝あまり見れてないんですけど、もちろんやっぱり憧れる存在でございます。カノンは女優、スヌちゃんがシンガー。カノンもシンガーになりたい。でもスヌちゃんうまいんですよね。そう、漢字ね、漢字と英語は、英語も勉強しなきゃいかん。カノンはきっと、あー、上白石萌音さんとモカさんハモってますね。作詞作曲できる女優さん、キラン。はい、ありがとうございます。子供の頃の夢、
子供の頃、あ、ひよこさんになるとか言ってたっけな子供の頃の夢、ひよこさんになるとか言ってたっけな。桜田ひよりさんで好きです。はい、桜田ひよりさんもとても可愛いです。そう、共演させていただいて、もう本当にね、もう近くで見れば見るほど可愛い。そう、もうあんな可愛くて演技をできても、皆さんそうですよね、はい、10年後沢田姉妹みたいになりたいですって言われるかもね、嬉しい。ひよこ、そうそうそう、ひよこ、そうそうそうです、そうです。ひょっとこ、違う、ひょっとくにはなりたくない、ひょっとくにはなりたくないですよ、ひょっとくにはなりたくない。広瀬すずさんとアリスさんだ。うんうん、そうそうそう。誰が、ん、ひよこ、ひよこはカノンが言ったやつ、ピョピョ言うやつ、そうそうそう、ひよこさんになりたいとかなんとか言ってたような風に聞いたぞ、ピョピョ言うやつ。そう、じゃあ次、次の質問いきます。次の質問、あ、大林監督、ひょっとこに失礼いたしました、申し訳ないです。ドキドキ、ピョ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 、信じられないに、こんばんは。次はシンガー、よし、次の質問、じゃあ次はちょっと選択肢いっぱいにします。こんばんは、ナドラ、こんばんは、こんばんは、はい、おい、あ、どうしようかな、1番、1、どうしようかな、2、1がやっぱそうですよね、これですよね。じゃあ2は、2、2、2、あ、逆に、ちょっと待ってくださいね。3、漢字間違えた、こんばんは、選択肢さっき気づいてなかったみたい、ありがとうございます。ノリノリ、そう、これはそう、お気楽に、そう、でも気になる、気になる、ノリ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 、素敵な選択肢。食べない配信珍しい、だってもうすぐなるかもしれないから気をつけとかなきゃ。違う、ニワトリはコッケコッコ、うーん、これぐらいかな、よし、お腹のチャイムが人生経験ゼロです。え、ゼロ、ゼロじゃない、ゼロじゃない、はい、ではでは、カノンのイメージを選んでください。はい、6個、6個いきますね、読み上げます。はい、チャイム、あれ、お腹の音でいいんですか。1、カノンのイメージは、渚じゃないですよ、カノンのイメージ、カノンのイメージ1、お姉ちゃん、2、妹、妹に見えんな、妹、3、お友達、4、彼女、5、娘、6、孫、
ひ孫？ひ孫？すぬちゃんじゃない、カノン、カノンのイメージ。アイドルはもうそう、もう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 置いとく、もう置いとくというか、もうね、ちょっと今アイドルのアイドルですから今なんていうのか難しいな。ちょっとこの中だったらどうですか、この中だったらどうですか。ひよこ、ひよこじゃない、カノンのイメージ、ひよこやだやだ、もうだってそれはもう似ちゃいと昨日とかの話ですから。母、嘘嘘、お母さん、近所の可愛い子。じゃあこの中だったらどうですか。赤ちゃん、赤ちゃん、カノンのイメージねっとりって、おお、ありがとうございます。腹ペコの子だから、この中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 から、はい、じゃあそろそろ締め切ろうかな。ちょ、5、4、3、2、1、締め切る。ででーん、どうなった、どうなった、どうなりましたが、パシャリパシャリ。5、5、5、5、お、娘、パパがいっぱい、どうも、そのパパ違うか、パパがいっぱい。次、1、お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃんですよ、お姉ちゃん。次、4、彼女、彼女。6、お、孫でーすわかんない2、妹、おー、妹。3、お友達、お友達、お友達、ありがとうございます。なぎさのイメージ、そう、カノンのイメージ、なぎさのイメージもいっぱいイメージしてね、カノンのイメージもいっぱいイメージしてね。照れますね。1は姉は、姉はすぬちゃんの姉のイメージ。なるほどね、確かに、確かにそれはあるかも。わし、お年玉、お年玉お年玉はね、お年玉は毎年、そう、カノンは悪い子かもしれないけど、ニコニコしながら受け取っちゃう、ニヤニヤってしながら、そう、もらう、いただく、そういうものかな、お年玉。違ったもの？そっかそっか、違ったもの？ペットの犬？ワッワン！うるさいですよ、多分他の犬だったら。正解そう、そうそうそう、ちゃんとでも挨拶するんです。挨拶して、めっこ、挨拶して、なんていうんですか、挨拶、こう、あの、明けましておめでとう、あの、正座してなんだろうな、ちょっとあるんですよ、正座して、ちゃんと姿勢正して明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いしますって言って、たまに、たまにじゃないや、
今年の抱負、抱負っていうんだっけ、抱負、抱負は何ですかって聞かれるので、今年はこれを頑張りますって、三つ指、そこまでやらないけどそうで、今年はこれ頑張りますって言って、今年もよろしくお願いしますって言って、ニコニコしていって、いただきます。昔ながらの式典、尻尾フリフリしてね。金額、金額は、あ、でもあれなんですよ、すぐにはしない、もうすぐにはしない、あのその場では絶対しない、うん、それは決めてる。バフカーネン、さすがにね、引かないけど、引きないけどね、そうってやってます。木綿豆腐、書き初めを書く、書き初めはあの習字を習ってたんですけど、そこの教室で、そう、開ける前から練習して、そう書くんです、毎年。沢田家のお正月、ワン、もらったお年玉でお財布だおっと、ワン、いいとこのおじさまではないです、違います、違います。ご覧になってますか、親族、お親族、あ、でも集まりますよね、あ、集まりますっていうか、あの おばあちゃん家に集まりますね、集まります、集まります、おばあちゃん家に。もう一匹シマリス、あえてもいない、おおおお、 SKE は書道得意な子多いね、住むとこのお姉さん否定するほど、違う違う違う、お年玉くれって言われますか、お年玉くれって言われますか、アピールですよね、アピールはちょっとしますよ、アピールはしますと言いますか、やっぱニヤニヤしちゃうんですよ、ニヤニヤその朝が来るとニヤニヤしちゃいます、しょうがない。お腹まだ鳴ってませんよ、うん、お腹まだやってないです、今日はまだ大丈夫、まだ大丈夫、特待生、うんうんうん、そうそうそう、あれですね、終電、朝が来るとって、そう朝なんで、朝、その日の朝が来るとちょっとニヤニヤしちゃう、貯金、あ、そうですね、一旦貯金というか一旦ちゃんと持って大事に大事に使います、ありがとうございます、おおおお、握手券いやいやありがとうございます。お年玉何歳までもらえるかは分かんないです、でも高校生はまだ大丈夫だよって前なんかショールームで言われた気がする、そう、パンダを洗うことだから、パンダ洗ってなきゃ、パンダ洗ってないパンダは洗ってない、パンダは洗ってないよそうですね、今日はまだなってない、ニワトリが庭にいました、庭にはニワトリがいる、庭にはニワトリがいる、庭にはニワトリがいる、朝うるさいですね、こんばんは、こんばんは、何時ぐらいまで、どうしよっかな、じゃあやっぱそろそろ
いっぱいいっぱい今日はアンケートしたので、もうちょっとだけお話だけしてそろそろ終わります。お母さんには渡さない、お母さんに、お母さんには渡さない。逃げ出したいが溜まってないよ、結構ちゃんと欲しいものに扱ってる。てんてれんてんてん、おー、5058人の方ありがとうございます。はい、じゃあですね、最後にあ、じゃあお正月のお話が出たのに、ね、もう一個お話ですね、今日はちょっと終わろうかなと思います。質問はまた皆さんが良ければまたこういう配信もいいなってかのは思ってます。はい、じゃあ最後にお正月の話をしますね。お正月はあれです、うちはどんな名前方だろう、うちは枝豆じゃないよ枝豆、うちなんていつも言わない。我が家はあれですね、年賀状を送るときに毎年着ぐるみを着て送っています。ありがとうございます。そう、楽しかったです。そう、いつも着ぐるみを着ています。どういうものかというと、その年の干支に、その年その、まあ取るときはその次の、そう、干支を着てやります。そう、だからお猿さんも来ましたよ。そうで、見せて、ちょっと今ないんですけど、そう、ちゃんと結構続いてて、小さい頃のもあるんですよ。でもさすがに小さい頃は可愛かったけど、最近ちょっと恥ずかしくなってきて、お父さんもお母さんもです、すぬちゃんも、みんなでお猿さんになって、みんなで鳥さんになって、みんなでうさぎさんになってみたいな、みんなでなるんです全身、あ、それはですね、全身の時もあるし、でも最近は頭だけが多いですかね。はい、全身はちょっとさすがにカノンは恥ずかしいです恥ずかしいです。いいね、ありがとうございます。その年賀状欲しいですか。家族仲いいですか。だからネズミさんは結構可愛くて、可愛かったから良かった。全身もあります。全身も、配信終わったらご飯食べようと、ぜひぜひ一緒ですね、一緒カノも食べます。全身がいいよね。そう、それとちょっと他の写真も載せたりとかしてます。友達、あ、でもさすがに本当に仲のいい友達はそれも送ることもあるけど、あ、そうだ、昔はお友達には自分で描いてたんです。自分で絵を描いてました、ずっと。そう、その干支にちなんだよ。こんばんは。そう、干支にちなんだ絵を描いて皆様にご挨拶をしておりました。こんな感じですね、我が家の年賀状、あれは。あ、で、おばあちゃんとかおじいちゃんのはハンコです。ハンコで、そのすごい絵のやつなんですよ。絵でこ、なんだっけ、手作りなんだっけな、なんか毎回そうやってやっております。ハンコなんです。年賀状、そうだ、ピーチ、そうだ、今日ね、音楽流してなかった。そう、どうしようかな、明日は流そうかな。芋ではないです。芋の時もあったっけな。すなちゃんはだから1回だって、1回ですよ、
書いてますよ今のところ毎年毎年。はい、ではカノンの年賀状事情はそんな感じです。じゃあランキング読みます。ランキングは13位から読ませていただきます。13位です、ありがとうございます。12位です、ありがとうございます。11位です、ありがとうございます。そしてどうだった、これはどうなった。はい、では10位さんです、ありがとうございます。9位さんです、ありがとうございます。8位さんです、ありがとうございます。7位さんです、ありがとうございます。6位さんです、ありがとうございます。5位さんです、ありがとうございます。4位さんです、ありがとうございます。そして3位さんですありがとうございます。そして2位さんです、ありがとうございます。そして1位ドゥルルルドゥルルルドゥルルルチュッチュンさんです、ありがとうございます。兄さん、あ、兄さん兄さん皆さん本当にありがとうございます。さんありがとうございます。そうですね、じゃああれです、あのあれ、年賀状はちょっとあのブログとかで見せるのは恥ずかしいんで、ブログとかで見せるのは恥ずかしいんで、あのメールで送りますね。はいメールで送ります。はいはい、お願いします。郵便局、あ、危ない。はい、では少しでも気になってくださった方はフォローをよろしくお願いします。お願いしますありがとうございます。では今日はそろそろ配信を終了したいと思います。ではまた小屋ね、またね、ありがとうございます、ありがとうございます。おやすみなさい、いきますよ、おしゃみ、ありがとうございますありがとうございます。クシュタイム、おちび、おやすみなさい、またの、おやすみなさい、おやすみなさい、はい、またね。